どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。感じでね、カレーを作ろうということでね、時短カレー、時間短縮して作れるんじゃないかと思って、まあ、挑戦してみましょう。なんかね、挑戦して失敗もあるんですけど、頑張ります。野菜ジャキジャキ切って、電子レンジに使って熱を通したら、早くね、カレーがシュンってなるんじゃないかと。早速始めてますけど、じゃがいもね、一人ずつこれね、一人ずつ切って、確かにね、電子レンジでチンすると野菜にね、火が通るの早いんじゃないかと。はい、当たり前の行動ですけどね、ちょっとね、やってみようと思って。よし、まあ特にこれ人参なんかもね、硬いからね、だから次の日のカレーがうまいっていうのはね、確かにそうですよね。具が柔らかくなってるから。でも最初から具を柔らかくしてみようってことで、これでラップかけて電子レンジ入れます。はい、はい、ということでちょっと水入れてラップして電子レンジでいきますよ。600ワットの8分、よいスタート。そしたらこれ肉炒めますか。ちょっと肉を油で軽く炒めて、そしてそれを放り込めばいいってことですからね。あ、ちょっと行き過ぎたかな、油。まあ、いいでしょう。豚の細切れを、まあ、カレーにはこういうのはいいでしょう。うまくなんのかな、簡単だよね。カレー何でもうまいからね。いい感じに火が通ってきたところに、はい、来ました。ちょっと熱いかな、まあ大丈夫でしょう。あ、ちょっと熱いね。よし、そしたらこのまま水分ごと入れちゃえ。あ、いい感じになってると思う。このまま入れちゃいます。結構野菜がやっぱりすげえ柔らかくなってる。お、なんかいい感じに野菜、思ったより硬い。まあ電子レンジした意味はあると思うので、もうちょっと長くてもいいかもしれない。煮込んで。ルー入れてみよう。ほんで、ジョン。それさんはカレーに対してこだわりとかあるんですか？カレーね、作るけどね、うん、やっぱ時間ちょっとかかるよね。結構煮込んで、こういうカレールーもいいけど、香辛料から結構作る時もあるから、水を足しながら。香りはね、やっぱカレーは間違いないね。見た目はもうめちゃくちゃうまそう。味見してみよう。カレールーのみ。あ、おいしい。肉のやっぱり甘みがすごいね。お肉って何の余計なこともしてないのが、ま、結構いい感じ。いいんじゃない？これできたよ。さあ、簡単カレー、ちょっと蒸らしてね、適当に散歩。あっちー、気をつけてやるでしょ。あ、なんかいい感じ。盛り付けしてみよう。やっぱね、チンしたのがやっぱいいね。なんか意外にいい感じ。お、なんか意外にいい感じ。試食します。どれどれ、いただきます。どうかな、じゃがいもいってみようか。お、やわらかい。あ、うまい。何の味付けもしてない、ルーだけで。うまい。え、全然いいじゃんこれ。うん、玉ねぎもちゃんとすごい火通ってる。
ね。これはありですね。もうチンしてルーだけでいいわ。やっぱ肉がいいね。肉がね、やっぱもう全てをうまくしてくれてる。あ、うまい。なんかね、素朴でうまい。これは味変してみようか。マヨネーズ、まあ、マヨネーズ味変するまでもないけどね。蜂蜜はちょっと甘くなっちゃうからね。どうなるかな。意外に、うん、まあ意外にいいけど、これがいいかな。うん、まあ、これ、コクが出るからね。それはなんとなくわかります。マヨネーズご飯でもうまいじゃない。意外にいいんじゃない。でもね、これ出汁になってっからこれが絶対合うと思う。さすがだね。うまい。ポン酢いいわ。カレーにポン酢いいよ。あ、合う。本当に。なんだろう、やっぱり味に変化が出る。さっぱりしてるけど、ちょっとだって醤油とかも入れるからね、カレー。こっち行って。最初にルーしか使ってない分、すげえ昆布ポン酢ある。うまい。あ、ポン酢だけよ。うまい。うん、これ大発見。大成功今回。うん、うん、これみんなやってみて。うまいわ。チンしてこんだけ肉やってルー適当にこれ蓋かけられるから、で味変でちょっと昆布ポン酢かけてみて、めちゃくちゃうまいです。ってことで皆さんよろしく、チャンネル登録しく、チャンネル登録しく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。